皆さん、合気道は上島森平という人によって作られた武道なんですけども、一番の特徴がですね、試合がありません。試合がないので、肩稽古をしてですね、稽古をしていくんですけども、いや、ちょっと横面の振り返し。で、この攻撃方法があります。横面打ちと言ってなれば、横面打たれるのをさばきます。ここから小手返しという型でさばきます。お互いのことを思いやれる武道っていうのはなかなかないんじゃないかなと